今回はマイクラで電気フェンスの作り方を紹介します。まずは適当に門を作っていただき、一番上のところにビーコンを置いて、残りの場所に鉄格子を置いていきます。鉄格子の手前のブロックに感圧板を置いて、感圧板の下にレッドストーンダスト、そして真ん中のところにコマンドブロックを置いて、雷を出現させるコマンドを入力しておきます。反対側にも同じものを設置してあげます。これで完成です。あとは感圧板の上に乗ったら、このように雷が自分に落ちてくるというシステムになります。皆さんもぜひ作ってみてください。この動画が面白かったらチャンネル登録といいねよろしくお願いします。